朝皆さんお立ち会い、これからお目にかけまするはいざない北海道のアダンシング東西切手の踊り子が菅野八金受け継いでいざない魂見せましょう。さあレッツラゴーアミュージック。
く仕込んでたんですけどね、生きざ祭りが取れちゃった説明してください一応男性に、じゃあ女性にお願いします。上半身なんて言っていますと、寺田誠くんが古い生きざ祭りということで聞けなかったんですよ。ね、あの急遽背中にマジックで書こうと書いたんですよ。朝起きてすぐメイクより無衣装着替えよりも早くまず書きました。僕も祭りで書いたらよさこい踊ったらですねあれ僕透けて汗ですけど見えないかなどうかなって言ったらもう丸けけで見えてないで書こう書こうとしても汗でもう尋常じゃ書けないということで紙に書いてマジックテープでね貼ったんだけどそれすら落ちる。しかもかなりの序盤でなんかすぐ落ちるのにすいませんでした。はい、ですね、この心踊りに心躍りましたら吹き上げチャレンジャーズの皆さん、どうかどうか脈々と掛け物を受け継いでいただければ、来年は本踊りで北海道に来たら教えたいと思います。北海道に来たら教えますので行ってこいよ、ぜひお母さんよろしくお願いいたしますということで、いただき北海道でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやよかったね。